願いします。おはようございます。ちょっと曇ってきちゃったんですけど、今日は実はまあ、ちょっと準備なんかわけわからない。ちょっと絵がすごいです。映ってるこれ。映ってます。卵ね。はい。何をやるかというと、まあちょっと天使くんがちょうど面白い動画やったんだな。はい。温度計買ってきたんです。放射温度計って言って、はい。このなんか話してるんですね。そうです。触れなくてもこうやってピーってやったら熱が。そうですけど37度。3000円弱したんですけど、ええ、ちょっと勝手に買いましたけど大丈夫ですか。勝手にごめんなさい社長、勝手に動画用で買いました。はい、まあ、寺西君が買ってきたんですけど、はい、まあ、うちの塗装の職長さんね、それは何ですか。これは温度測れるんですよ。あ、なるほどで、ちなみにちょっと今日俺測ったんだけど、はい、まあ、これもうサビの目いってるもんで、まあ、寺西君がなんでサビの目の方があの熱くないんだろうって言ったけど、うん、当たり前には、ね、白が反射率が高いの、うん、なるほど、まあ、こんなこともこういったら怒らんのかちょっと本当にめっちゃアホやな。これ動画になっちゃったなと思って、これでもアップロードされとるやんけって思ってるんだけど、結局白って反射率が高いんですよ。だから今これぶっちゃけやるでしょ、あれ遮熱取るでしょ。そうですね、遮熱取るのに、これ今サビが何度ですか。47度。はい、うん、ちょっと俺向こう測ってきた。多分こっちの方が高いんだろ、色が高いで。55度。はい、あ、本当だった。遮熱塗料で同じ屋根でも、あの遮熱の黒塗るよりも、うん、白色の遮熱じゃないもの塗った方が、あの温度は上がんない。なるほど、遮熱効果が高い、反射するからね、うん、結局反射だから。で、ちょっとこれ今用意したのこれちょっと見れるかな、うん、はい、熱い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 。まあ、これ、はい、これぐらいやらないから、ね、最初に最初にやらないんで。で、まあ、よくなんか卵が焼けるかってよく聞いたことあるでしょ、屋根で卵が焼けるみたいな、はいはい、それ実際に本当なのかと、できるのかっていう、どうですか職人からしたら。でもなんか塗ってても、もう本当やばいんで、うん、いけると思いますけど。いや、ちなみにね、もうかげっとるもんね、これね。ちゃんと何度、全然高くないんだわ、54なの。今ちょっと空映せるから、太陽ね。そうですね、雲っちゃったんだな。曇ってますね。普通大体屋根ってもう70度超えてくるんですけど、うん、ちょっと、まあ、朝からこれ設置してもらったんですけど、まあ、一回じゃあ、はい、とにかく、まあ、本当に卵が焼けるかどうかを、はい、検証したいと思います。はい、検証します。まあ、多分ちょっと5分10分で焼けないと思うから、はい、ちょっとやってみようか。はい、はい、サラダ油ね、はい、本格的に日清油濃くない食べ油だからね、はい、もうこれでちょっと油引いたら冷たくなっちゃうで、雨は良くないから。そうですね、くっついちゃうから、ね、ちょっとこれ汚いけど見てた、会社のバーベキュー用のやつでも、あ、洗ってやるの。洗ったら、さっきの俺が洗ったんだけど、どうやってくれる、動かすだけで手でやってくる。いやあ、マジマジこれで、あの、下にある役場に食べさせます。いやー、できるか、それがやばいですよ。知らないからね、ちょっと殺菌したの、殺菌。なるほど、殺菌 ね、 なるほどね。ちょっと俺顔撮ってないでしょ、なるほどはいいけど。今日初カメラマンですね、今日初カメラマンですね、今日初カメラマンで、あー、ピクックハンマーちょっと、あの、普段は、あの、ベトナム人の講師やってるんですね。はい、いや、ちょっと実際に焼いていきましょうか。はい、ちょっとまあ一個焼ける、はい、手洗ってないか、あ、ちょっと、はい、やろう。俺も手洗ってるんですか。洗ってます、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫。じゃあ行ってみましょう、行くよ。いかんわな、斜めなんかな、まあ、これか、斜めまずいわこれ。結構熱いわ、でも触るのは熱いけど、どうするこれ。まあちょっと、じゃあ置いておこうか、何分かね、じゃあもう一個ぐらい入れておこうか。はい、昼飯に間に合う、今ちなみにもう12時になっちゃったけど、昼飯に間に合うことからね、今ちょっと2個ぐらい焼いて、油引いたせいじゃねえか、温度が逃げちゃってます。あー、なるほど、逃げちゃったのかな。ちょっと暗いしな、これでね、はい、ちょっと定点カメラをこれで設置して、はい、これちょっと撮ってみようか。はい、それではちょっと時間を置いてやってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、すごい。
あ、全然ダメだな。ダメですか。焼けてねえな。はい、53分よし、はい、ペース。暑いね。暑いです。まあ、ちなみに50何分だったね、さっき55分。今視聴者の人の方が分かってるから、まあ、上がってきてる。暑いんですけど、もうちょっと今座れるか、これ食べれるよ、これ食べれんな、これな。うわ、痛いとか全然白くないよね。屋根で卵焼きは焼けないね。焼けない。まず結論先に行きたいんだけど、ただこれは食べれるかどうかに対してはさ、やっぱ俺も YouTube 本気でやっとる以上、まあ、挑戦しながらしようかね。ご飯とね。漬物ある。漬物。漬物やと。まあ Y さんが作ってくれた、何これ、あの麦飯みたいな、ちょっと体にいいやつだ。ね。はい。まあ、これは焼いてないよ、ここで炊いたやつじゃないね。ここで炊いとったらすごいけど。食べれるかよ。俺のこの表情撮ってたよ。恥こしょう、恥こしょうね。恥こしょう、お前も食えよ、一個。はい。食べれよ、お前で食って。いや、もうほぼ生だでね。ほぼ生、ほら。本当だ。黄色いとこちょっと、あ、でもこれちょっと写して表面焼けとる。あ、焼けてる、本当だ。表面が焼けとるのか腐ってるのかちょっとわからないけど、こっちはどうなんだろう。こっちの方がね、こっちはちょっと焼けとるね。ちょっとかけて食べてみるか。ここは結構熱いぞ。結構熱いな。湯飲みの熱い湯飲みぐらいはあるね、普通に。ちょっとこっちかけてみると、どっちもかけますか。熱いよな。やばいっすよ、手袋してる。あ、見ました。さらい、いいっすか。ちょっと、感じになっちゃいましたけど。はい。腐ってねえか、大丈夫。臭くなければいいのに。この豚の色がちょっと匂い変えて、やばいかな、わからん、なんか胡椒の匂いしかしんだわ。そう、ね、いける、いけると思います。じゃあ、はい、屋根でお願いします。焼いた卵、はい、食べていただきます。はい、どうぞ。ちょっと抵抗があるっすね。あ、でもこれ結構焼けとるとこだね。これ一番美味しそうなとこじゃない。もう一番美味しそうなとこあげる。食べる。いけないこともないですね。そう。すっごい太陽の味するな。なんか太陽の味。大自然の味がする。素晴らしい。今俺の音拾った、面白いこと言わなかったと思って頑張っていたんだけど。あれでいけるな。いけないことない。醤油が欲しいかな。卵かけになっちゃったの、ね、そう、焼きじゃなくて、ね、いや、お前一番いいとこったもんな。そうね、一番多分美味しかったです、うん、美味しかったんだ。素晴らしい感想。もう残していい。はい、バカやな、ずっと食べました。卵は食べました、バッチリです。残ってる。結果やるで、卵は生卵の、あの、混ぜが、あの、何ていうの、何ご飯っていうの、卵ご飯ができますってことですね、やっぱり。はい。そうですね、屋根の上で卵ご飯作れます。できます。これ、生焼きは作れるんですか。ダメ。ダメでした。なんか悲しい結果になってしまいましたが。まあ、よかった。ちょうど昼飯も食べてないからね。はい。
じゃあ本日屋根の上から、はい、目玉焼きを焼いて、はい、太陽の恵みいっぱいの卵かけご飯が作ることができました。ブニブニしてきてる。効果が始まっている。なんかやばい。食べれるこれ。いや。なんかおかしい感じだな。君の方が先に固まるという。あちちち。あ、暑いな。暑いですよね。黒くて鉄板の。まあまあまあ映ってるので、これぐらい暑いってことです。うん、